Salut et bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien et on se retrouve pour le 25e épisode sur Star Ocean de Divine Force. Donc on va sortir du vaisseau, l'empereur s'est enfui et là c'est Antonio qui arrive. Aniki, on est là, on est là. Yoshi, on est là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 . レティシアたちの気持ちは分かった。だが、俺たちも国王陛下やマーキス先生とはいい関係を続けていきたいからな。わかりました。外出許可を取ってきます。ああ、そこを押せば連絡がつくようにしてある。そうしたら宇宙に行くメンバーを集めて、人気のないところでな。わかったわ。待ってるぜ。久しぶりの我が家って感じだな。よっ、本当に無事だったな。それで帰って早々どんな無茶を言い出すつもりだ。まだ何も言ってないだろう。そちらの4人はお前が乗ってた連邦艦のクルーだろう。レティシアさんとアベラルドさんがいないのはどういうことだ。まさか弟の命の恩人に挨拶させない気か。マリエル、サユリ、パイク、カシムだ。みんな、俺の兄貴アントニオ・ローレンスだ。マリエル・エル・ケニー中尉です。銀河連邦所属艦アストリアの副長です。アストリアってイーダスを落とした。ちょっと待った、そういう話は後回しだ。とにかく今は飯とあとコーヒーを頼む。みんな行こうぜ。一度聞いただけじゃとても理解できんが、とにかくお前たち全員よく無事で生きてたな。仲間のおかげだ。しみるな。しかし連邦はそれだけのことをやらかして、しかも勢力外に航中艦をうようよさせて、まさかベグワルドとことを構えるつもりなのか。さすがにそんなことは。でもマリエルを問い詰めたって情報は出てこない。今はわからないことが多すぎる。まずは仲間たちを待つ。出発はそれからだ。当たり前のように出発って言いやがったな。ああ、それなんだがな。マリエルさんたち連邦士官、その上アスター4号星の人まで乗せて、そのスコピアム艦とボルドール皇帝とやらを追うってか。アントニオ、やっぱりダメ。お前たちの恩人のためだ。ローレンスファミリーとして否はない。その代わり艦長役はレイがやれ。こんな話俺の手には負えん。アルダスの所言はイーダスと変わらないからできるだろう。任せろ。ついでに親父への言い訳もよろしく頼む。ふざけろって。それじゃあレルシアさんたちから連絡が来るまでは待機だな。マリエルさんたちの部屋もすぐに用意させよう。少し休むといい。Alors là, on va pouvoir acheter des armes pour Elena et Marielle. Alors, yes.
Ah ouais, j'ai déjà manqué une arme pour Midas. Il en faut une, deux. Je vais en prendre juste deux pour le moment. Et ça, c'est pour Nina. Et j'ai plus d'argent. Ah ok, j'ai juste ces trois là dans le groupe, donc je peux pas encore équiper tout le monde. Bon, alors. Pour l'instant, toujours pas de craft à l'horizon. Alors, la quartier de l'équipage. Dormir sans payer. Ray, 連絡が来ましたよ。とりあえずブリッジに来てください。レティシアたち、もう準備が済んだのか。早くブリッジに行って、通信に答えてやらないとな。レティシア、準備はいいんだな。レイ、ええ、みんな集まってるわ。転送収容を開始する。目立たないところにいろよ。兄貴、俺の仲間を紹介したい。転送室までお姫様たちを迎えに行こうぜ。Traverser les étoiles。我が家へようこそ、お姫様。これがレイの船。テラヌスとそんなに変わらないだろう。でも全然違う。すごいキラキラしてる。こっちは稼働中だからな。兄貴、レティシア王女だ。レティシア・オーシディアスです。改めてよろしくお願いします。よろしく、アントニオだ。レイ、お前こんな綺麗な人とずっと旅してやがったのか。そんな。さ、仲間の皆さんもとりあえずブリッジへ。すぐに出発するぞ。あれがレティシアたちの星だ。アスター4号星。あれが私たちの星、私たちの世界。あんな狭い場所で争っていたのかと思うと、我が身の小ささに情けなくなるな。ええ、でもとても綺麗。違いない。さて、それじゃあそろそろ出発だ。エルダ、クロエ、マリエルさん。はい。なんだか久しぶり。なんとかやってみます。頼むぜ、アルダス。クロエ、軌道離脱だ。水力4分の1。軌道離脱します。水力4分の1。軌道離脱。通常空間航行中。各部オールグリーンです。さてと、まずはボルドールたちを乗せたあの船を追うってことでいいな。戦うつもりか。アルダスじゃとても太刀打ちできないぞ。そうだレイ、
これをドラさんから渡されたの。テラヌスでスコピアム艦とマリエルさんの船の戦いを記録したものだそうよ。何かの参考になればって。ありがたいな。早速解析に回そう。もともと正面からやり合うつもりはないんだ。だがこういうデータを一つ一つつなぎ合わせて、あの船の目的を突き止める必要がある。普通に考えれば彼らの母性があるのではないでしょうか。そこに帰還したと考えるべきでは。スコピアムには母性の概念と合致するポイントは存在しない。そうなのですか。スコピアム生命群は銀河中にネットワークを構成しながら、人工コロニーや宇宙基地の間を巨大宇宙船のようなもので放浪している。つまりそれを母性って言うんじゃないのか。いえ、この場合その基地や宇宙船もまたスコピアムという一個の生命体なのでしょうね。その通りだ。で、あいつらが行きそうな巨大生命体さんにどこか心当たりはあるのか。あのガストンという男は私の知るスコピアムと異なる因子を多く内包している。私の予測の正確性は極めて低い。おいおい、せっかく星を飛び出したのに当てがないのはごめんだぞ。遠距離センサーで航跡を捕捉できないのか。すでに遠距離センサーの範囲を抜けているようだ。おいおい。なに慌てるな。何かが遠距離センサーに引っかかった。奴らかもしれねえ。クロエ。いえ、これは連邦艦です。距離およそ36時間。もしかしたら私やセユリたちを捕まえに来たのかも。リシちゃん、アスターに向かってる感じじゃないな。一か八かコンタクトしてみるか。そうですね。アストリアと違って存在を隠蔽していません。この距離ならアルダスの足でなんとか逃げ切れます。大丈夫かしら。向こうもこっちを探知してるだろう。だんまり決め込む方が危険だ。兄貴、平文でコンタクトを。了解、通信回線開くぞ。向こうもすぐに受信した。スクリーン出るぞ。こちらはベグワルド所属輸送艦アルダス、艦長のレイモンド・ローレンスだ。機関の所属は銀河連邦所属戦闘専用艦ベラガルス、艦長のカーティス・オルドリッジ大佐だ。まさかローレンスファミリーの一員とこんな辺境で会えるとはな。光栄だ。面倒な挨拶は抜きだ、カーティス大佐。機関の航行目的を伺いたい。本艦は任務の目的地へと急いでいる。反連邦の立場を取るベグアルド船籍の艦長に目的を告げるわけにはいかない。なるほど。機関の進行方向が我々が追跡するスコピアム艦の進行方向と同一なのは偶然と考えていいのかな。その名をどこで。先日我々はアスター星系に侵入したスコピアム艦と交戦した。当該艦には銀河連邦所属惑星ビープスの軍人が搭乗したことを確認している。レイモンド艦長、我々は情報を交換するべきかと思う。機関とコンタクトを取りたい。拒否する。つい先日連邦戦闘艦の違法な攻撃により自分が運航していた輸送艦イーダスが撃墜されている。アストリアのことだな。違法なクローキングデバイスと予告なしの攻撃を行ったと聞いた。ほう。機関がそれを承知しているということはもうアストリアは処罰されたのか。アストリアは現在逃亡中だ。連邦の最新鋭艦が逃亡。当艦は決してアストリアのような無法はしない。この更新記録はすぐにベグワルドに送信してくれて構わない。当艦は緊急任務の目的地に急行中だが、今は少しでもスコピアムに関する情報が欲しい。いいだろう。ランデブーポイントを送信しろ。受信し次第コンタクト予定時刻を返信する。オンに切る。
機関の航行の無事を祈る。オーバー。ランデブーポイントの座標を受信しました。到着は10時間57分後です。レイ、いえ、艦長、私はあの人のことを信じていいと思います。これで何か手がかりが得られるかもしれないわね。お前は逮捕されないかどうかも心配しておけ。まだ相手が本当に信用できるかどうかはわからないんだからな。逮捕？そうか。とはいえ約11時間後か。よし、みんなも交代で休憩しろ。あの、私たちは。おっと、それじゃあ皆さんには俺が艦内を案内しよう。艦長はレイモンドだが、アルダスは俺の持ち物だからな。はい、よろしくお願いします、アントニオ様。さて、兄貴たちはどうしてるかな。ねえねえ。Alors, Laetitia, ajout de membres. On va aller à la partie commune. Lei! Yo! Aniki が失礼な真似してないか？ Antonio 殿は、お前よりもずっと紳士的だ。そりゃどうも。どうだ、アルダスは。なんと言えばいいか。なんかすっごい。何がって言われるともう全部すごい。生活に関わること一つとっても全くの別世界、別次元だな。すごすぎて何かを参考にしようという気も起こらん。こうは言うが、目を離してすぐフラフラとどこかに行こうとするのでな、ミダスの足止めが大変だ。大変な旅に出たということは分かっているんですが、ラーカスで聞いた話を実際に体験できて、私今とても楽しいです。そりゃよかった。艦内は自由に動き回ってくれていいからな。分からなかったら兄貴でも誰でも質問してくれ。それからクロエ。何ですか艦長。こんな感じで呼びかけがあった時は指示通りに動いてくれ。わかりました。居住区にはそれぞれ部屋を用意してある。ヴェラガルフと合流するまで休んでくれていいからな。バン、vas-tu débloquer le craft? Il y a une mission ici。Alors, il faut、un conteneur vide. J'en ai un. Bah, pourquoi ça complète pas la quête ? C'est n'importe quoi. Alors, un colis non livrable est adressé à la planète Vire. Pas le choix, il faut que Lola s'en occupe. Ah, ok, d'accord. Théo a connu la carte. Watashi to Abelardo a sassotan des. Demo, Sengo Jori no Hito de Gatarinaishi, Tekok to no Koshoya, Lola san to Kyorokiste, Terranus no Kandi Moshinaka Ikenai Karate. Watashi ga Hoshi no Sekai ni Ikunoni, Ato no Koto a Shinpai suru natte.言ってくれました。あいつも複雑な立場だからな。でも王国のために働けるならテオの気持ちも晴れるだろう。そう思います。テオのためにも王国と帝国のためにもボルドールの目的をはっきりさせないとな。ええ。そういえばマリエルはさっきまでブリッジにいたはずだ。Alors, j'ai juste pas regardé ici les quêtes de livraison. Et bah, on a rien. C'est pour vendre. On va vendre les vieilles armes. Merde! J'ai vendu
une arme supérieure. Ah oui, j'ai oublié, on peut vendre en vrac. Thank you. Bon, maintenant que tout le monde est là, on pourra équiper tout le monde comme il faut. Sauf Nina, que j'ai vendu son arme comme un con. Voilà, c'est un peu con, hein, j'ai perdu ce que j'ai gagné en vendant. Hop. Nanda, 勉強中だ? 学ぶことがたくさんあるわ。ベラガルフとのランデブーまでに少しでもアルダスになれておかないと、いざという時に働けないでしょ。あんまり根詰めるなよ。お前だって疲れてんだから。そうはいかないわ。もう二度とイーダスのようなことが起こっちゃいけない。私は連邦軍人だからこそこのアルダスを守る義務があるのよ。分かったよ。だが 休憩も航中艦クルーの立派な任務だ。必ずします。まだわからないことが多すぎる。もう少しディマから話を聞いてみるか。 Ok, on a voilà. ところで, どうしてデュマはイーダスに積まれることになったのです? 私はベグアルド人の適合可能性調査のために派遣された。 ってことは、取引した荷主はスコピアムだったのか? そうだ。荷主の人、見た目もデータ上も完全にヒューマンだったよ。スコピアム生命群の外見は様々だ。完全に機械のように見えるものや、サイボーグやアンドロイドのように見えるもの、完全に有機生命体に見えるものもいる。荷主も荷物も不明のまま運んでたなんて、運送屋として恐ろしいぜ。 もしかすると、俺がお前を運んだせいで、ベグワルドの人類がスコピアムに融合されていたかもしれないんだろ。恐ろしいという感情は不当な評価だ。スコピアムとの融合は、お前がどう思っていようと、今の俺たちが見てきたもの、聞いてきたものは、そう評価するしかないんだ。それはわかる。確かにその通りかもしれない。 本当にスコピアムがその理念に反した行動をしているなら、その存在自体が否定されることになる。何か迷っているの? そもそも
迷うことってあるの？否定はしない。私としては使命を全うするためにも今起きていることの真実を知る必要がある。それに必要なことには可能な限り協力しよう。まあそこは今まで通り頼りにさせてもらうぜ。お前は特殊なデュマなんだろ。ランデブーポイントまであと5分です。レイ、ベラガルフより通信が入っています。スクリーンへ。予定通りだな。情報交換についてはこれから私が機関に乗り込む。本気か？それがこちらの見せられる誠意だ。ランデブー後に1分間だけワープアウトする。転送後またすぐワープインするので同じ航路を維持してくれ。データは今送った。データを受信した。確かに向こうの転送室には一人しかいないようだ。ああまで言われちゃな。向こうの言う通りにするしかない。了解。航路を維持し、ベラガルフの航路を確認。ワープアウト後1分以内に転送を開始。カーティス大佐収容後、当艦はベラガルフに並走します。向こうの艦長が来るとなると俺が出迎えなきゃいけないわけだが、マリエル、レティシア、一緒に来てくれ。連邦の作法はよくわからん。わかりました。私もですか？いてくれるだけでいい。第三者がいればそれだけでカーティスに対する牽制になる。わかりました。まさか単身乗り込んでくるとは思わなかったぜ。この方が話も早いだろう。手早く行こう。現在ベラガルフはメヌーク星系めがけて航行中だ。大佐、緊急事態というのは？機関はもしやマリエル・エル・ケニー中尉か。君には逮捕状が出ているぞ。覚悟はしています。こうなった理由も含めての情報交換だ。とりあえず地球産のコーヒーくらいならご馳走できるぜ。いただこうか。なんてことだ。アスター星系でそんなことが。それでそっちは何のためにメヌーク星系へ？メヌーク星系は現在多くのスコピアム艦の攻撃を受けている。艦隊司令部はこれを侵略と受け止めた。バカな、ありえない。通信の時から気になっていたが、よもやそれはデュマか？知っているのか？こちらもある程度情報を収集している。デュマよ、それはスコピアムの融合理念に照らしてのことだな。その通りだ。スコピアムは生命体としての進化を模索する存在。攻撃による侵略は進化の選択肢の幅を狭める行為に他ならない。スコピアムも一枚岩ではないようだな。現在メヌーク星系を攻撃しているスコピアム軍は相当派と呼称されている。相当って、レイ、もしかして？ああ、テラヌスでボルドールが言っていた名だ。全てのスコピアムはネットワークに公平に接続する個体でしかない。相当などという存在はシステム上存在しえない。だが現にメヌーク星系は相当派スコピアムの名で攻撃を受けている。司令部はなぜその情報を？私がアストリアを離れてからそれほど時間が経っていないのに、逆に情報が多すぎる気がするのですが。上層部が、もっと言えば連邦の艦隊司令部がスコピアムとつながってたんだろう。その通りだ。指揮系統を逸脱した艦隊司令部の中でも相当数に及ぶ。そのほとんどが惑星ビープスのスコピアムと接触する機会があった。艦隊司令部はメヌーク星系への救助を決定したが、現在の艦隊司令部の誰が
スコピアムに組みしているか分からず、疑心暗鬼が蔓延している。だからといって見捨てるわけにもいかないか。カーティス大佐、アルダスには惑星ビープスを脱出した軍人がまとめたスコピアムのデータがある。俺たちはアスター4号星に来たスコピアム艦を追っている。メヌーク星系に到着したら映像とデータを分析してその船を特定してもらいたい。貴重なデータだ。オンに切る。気にすんな。全部終わったらイーダス一隻丸ごと弁償してもらえりゃそれでいい。最大限善処しよう。有意義な時間を感謝する。問題の船については特定でき次第連絡する。ワープアウトしました。転送開始します。お気をつけて。そちらもな。ポイントが送信されています。メヌーク星系まで25時間です。ベラガルフから6時間遅れの到着です。あんまり気を落とすなよ。組織がでかけりゃ悪いもんも出やすくなる。気軽に言わないで。艦隊司令部の指揮系統から外れた船がいるだけでも異常事態よ。その全てがスコピアムと関わっているのだとしたら、事実上銀河連邦崩壊の危機よ。それも少し妙な感じがします。どういうことです？デュマちゃんの反応です。カーティスさんのお話はロラさんの話とも少し食い違っている気がしました。ロラさんの故郷を侵略したスコピアムは気づかないうちにこっそり行動していたらしいのです。今回のメヌークというところのように攻撃を仕掛けられたという印象ではありませんでしたから。知らないうちに連邦に浸透されていたのは彼女の印象通りじゃありませんか。それにデュマもスコピアムなんでしょう。どうせ何か隠しているんです。でもデュマちゃんは何か隠すとき黙るんです。声に出すことは基本的に事実しか喋りません。だからスコピアムが侵略をしないというのは事実のはずなんですね、リマちゃん。その通りだ。俺たちのスコピアムのサンプルはこいつだけだ。テラヌスの記録も分析させているが、スコピアムそのものがどういう存在なのかはほとんどわからなかった。結局のところ行ってみなきゃわからんってことだ。Moi, je pense que le gars Gulf est intégré. Curtis Tainsa と話したようにメヌークを襲っているスコピアム軍にはボルドールの乗ったスコピアム艦が関係している可能性がある。我々はヴェラガルフと共にスコピアム艦を追跡する。該当スコピアム艦の進行方向メヌーク星系に向けて戦績不明の応援の船も近づいています。しかし連邦の応援の船はまだかなり遠い位置で、当面ベラガルフとアルダスメヌーク艦隊のみでの対応となります。厳しい戦いということですか？そうなりますね。その船にボルドールが乗っているとして、いざ戦うとなったらどうするのだ？最悪撃沈させることまで含めて臨機応変にとしか言えないな。星の世界の戦争も私たちの世界と何ら変わらないのね。そういうことだ。だからこそ戦闘中域到着までに各自体を休めろ。俺も少し休んだ方が良さそうだ。Et oui. Et
On va vraiment se reposer. Non, c'est pas vrai. Mais on va s'arrêter là pour cet épisode. Alors j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Coche la cloche pour ne rien manquer des autres vidéos de la chaîne. N'hésite pas à mettre un commentaire et partager la chaîne avec tes amis. Quant à moi, je te dis à de prochaines aventures. Ciao. Bye bye.